皆さん、こんにちは。生娘です。今回は牛丼でしゃぶ漬けされてみたいと思います。こちら、吉野家の牛丼です。オープンしていきたいと思います。ちなみに、つゆだくチーズ牛丼です。まずは匂いを嗅がしていただきたいと思います。匂いだけでしゃぶ漬けされそうです。早速もう、まずは七味唐辛子ですね。七味唐辛子を開けて、七味唐辛子の匂いも嗅いでいきましょう。そして紅しょうがです。紅しょうが、適当にまぶしていきます。さて、早速実食といきます。吉野家のチーズ牛丼、どれほどのお味なのか、いただきます。足りない。もっと牛丼。牛丼。